サムチン、おいしいものを食べない？え、ちょうだい。はい。うわ、完璧なサイズ。サムチン、時々思うんだけど、もう全部食べちゃったの？ナプキンちょうだい。じゃあこれ持ってて。2つ目。サムチン、これで。え、もう私のアイスクリームまで食べちゃって。スー、アイスクリームをユニコーンに変えちゃったんだ。私のアイスクリームコーンでね。スー、緊急のユニコーン会議があるから行かなきゃ。待って、他に食べるものをちょうだい。行っちゃダメ。こんにちは。みんなも誰かにアイスクリームを食べられちゃったことがある？私の場合は。スノに気をつけて。もうすぐユニコーン会議が始まるんだから。まったくもう、ずるいユニコーンスライムよね。人のアイスクリームまで食べちゃうなんて全然反省してないし、とにかく始めてみよう。スー、ちょっと静かにしてよ。もう分かったわ、サムチン。ボウルに2つ卵を加えるの。1つ目と2つ目。申し訳ありませんが、会議は第4半期に完了する予定です。サムが大切な会議をしてる間に、バターと卵と砂糖を混ぜておこう。おいしいものが食べたいな。待ってて。深呼吸しながらレシピに集中しなきゃ。美味しいユニコーンケーキを作ってるから、もうイライラしないはずよ。小麦粉を加えてっと。ダマができないようにこうやってふるいにかけるな。小麦粉をふうて、ふわふわにするためにベーキングパウダーを加えてからよく混ぜてみよう。ママミーヤ、最高の生地ができそうだ。じゃあ魔法見てみる。生地をたくさんのボウルに分ける魔法よ。ちょっと珍しいケーキを作ろうと思って。カラフルで美味しそうなカップケーキです。スー、これ黄色、それともオレンジ色？この生地はオレンジ色になるのね。キラキラの売り上げが落ち込んでるけど、なんで？じゃあユニコーンの魔法を使ってみよう。じゃーん、うまくいったわ。虹色にする作戦を変更しようよ。虹色にする作戦？ちょっと変わってるわね。この7色は来年流行りそうもないんだ。大丈夫よ、サムチン。ユニコーンと虹は常に人気があるから。ところで会議はどうだった？ユニコーンのことだから言えないよ。でもクラフトを手伝う方が大切なんじゃない？うわー、すっごくカラフルになったわ。カップケーキをオーブンに入れてみよう。カップケーキは190度で焼くんだよ。この温度は生地にぴったりなの。オーブンはすっごく熱いから、大人に手伝ってもらってね。20から25分間焼くから目を離さないでね。よし、できたわ。やけどしないように必ずオーブンミットを使ってね。じゃあカップケーキを取り出してみよう。じゃーん、いい匂い。タララッタン、ナララッナン、ナララッナン。すっごく綺麗でしょ。おいしそう。うわー、ユニコーンの魔法だ。中身もユニコーン風にするつもりよ。スー、
ボーグには来年から虹が流行り始めて5年間続くって書いてあったよ。よかったじゃない。美味しいスプリンクルをカップケーキに入れてった。サムチンに食べられちゃいそう。みんな、僕の新しいファッションどう思う？すごくない？すっごくスタイリッシュ。スプリンクルをちゃんと残しておいてくれて助かったわ。全部のカップケーキに入れられるわ。よし、もうちょっと。そうしたらこうやって閉じるの。みんな、ケーキが気に入ったら高評価とチャンネル登録よろしくね。ユニコーンのビジネスの本を書けば？そうだね。ユニコーンの成功への道みたいな感じ？みんな、このユニコーンを見て。ユニコーンには見えないよ。ちょっと待てばどうなるかわかるわ。みんな、次はすっごいことになるわよ。見て、ふわふわのフロスティング。ユニコーンの雲みたいでしょ。じゃーん。バタークリームのフロスティングはすっごく美味しそう。スー、味見していい？お願い。ちょっとだけよ。つまみ食いは最高だな。次はフロスティングをまんべんなく広げるの。みんな、つまみ食いしすぎると足りなくなっちゃうよ。落ち着いてよ。このフロスティングで覆われたケーキを見てると他のことが考えられないよ。うん、ほんとよね。よし、ケーキ作りがうまくいってると思ったら高評価ボタンを押してね。これはユニコーンのほっぺになるのよ。よし、綺麗に本物っぽく仕上がったわ。どう思う？鼻も忘れないでね。はい。よし、上出来。ユニコーンの形に近づいてきたわ。す、まだユニコーンには見えないけどね。まだやることがあるからよ。ユニコーンをきれいにするためにカラフルなたてがみを書くの。まずはピンクから、慎重に丁寧にね。スー、なんでユニコーンは世界の七不思議に入らないの？きれいで可愛らしいのに。それはいい質問ね。ユニコーンだったら入ってもいいはずだわ。世界の七不思議にもいろいろあるけど、一番古いものは古代ギリシャ人によって作られたの。なんだと思う？オリーブとフェタチーズ？それはサムチンが思うギリシャで食べられるものでしょ。私は建築物のことを言ってるの。ウィキペディアで調べたらバビロンの空中庭園だって。なぜだと思う？ちなみに私は世界の七不思議を全部知ってるわ。本当かな？じゃあ行ってみて。ギザの大ピラミッド、空中庭園、オリンピアのゼウス像、アルテミス神殿、ハリカルナッソスのマウソロス霊廟、ロドス島の巨像、アレクサンドリアの大灯台。すごいね。ケーキはどうなった？耳を取り付けたところよ。すっごく綺麗でしょ。ユニコーンケーキの出来上がり。七不思議並みにすごくない？アイスクリームの代わりが完成したわ。待っててくれなかったの？自分も待ってくれないくせに。このユニコーンケーキは味も最高。ケーキ作りが気に入ったら高評価ボタンを押してね。じゃあまたね。じ
チャンネル登録して新着動画で会おうね。バイバーイ。